JTCC 第5戦鈴鹿サーキット東コース、気温27度、路面温度48度、周回数は41周、13時33分、各社一斉にスタート。ホールショットを奪ったのはジャックスアコード服部、フロントローイン側からポールの黒沢をギリギリでかわし1コーナーでリード。22台のマシンが S 字になだれ込む。関谷のエクシブがまさかのコースアウト、オープニングラップにしてリタイアし痛恨のノーポイント。服部、黒沢、中子、3台のアコードに久留米、本山、影山雅美、星野、影山雅彦、長谷美と続く。前半、服部と黒沢、トップ2台のアコードが53秒台中盤の走りで周回を重ねていく。黒沢は服部の独走体制を許すわけにはいかない。スタートで出遅れたプリメーラの星野がエクシブの影山と激しい5位争いを展開。7周目、トップの服部と黒沢は相変わらずコンマ差のバトル。3位の中子をすでに3秒以上引き離す。序盤から激しいバトルを続けたカルソニックプリメーラとアドバンエクシブが15周目2コーナーでついに接触。星野が5位に浮上する。争うエクシブのコマスと BMW 中谷が18周目 S 字で接触、リタイア。エクシブの竹内が10位に浮上する。中盤3位の中子がペースを上げ、20周目には黒沢とコンマサ、5秒以上離れて久留米、さらに5秒後方を星野、影山雅美、影山雅彦が続く。中盤グループでは27周目、エクシブの金石が竹内をパス、10位に浮上。予選で柔らかめのコンパウンドをチョイスし、アタックを繰り返した黒沢のタイヤにダメージが出始める。周回遅れにも阻まれ、黒沢はペースダウン。ベテラン中子の激しい攻撃を必死にかわす黒沢。しかし29周目、ついに上り勾配でパスされ、黒沢は3位にポジションダウン。黒沢のタイヤはかなり消耗し、すでにコースアウトしないように走るのが精一杯。さらに中子は追撃のペースを緩めず、30周目にはトップの服部をも射程距離に捉え、テールトゥーノーズのバトルに。攻める中子はついに33周目のストレートで服部をパス、念願のトップに立つ。15周目から6位を争う影山雅美と雅彦、33周目スローダウンした星野を抜き悩む雅美を S 字でアウトから兄雅彦がパス。雅彦は5位に、雅美は6位につける。じわじわとペースダウンする黒沢を後方から追い上げてきた久留米が追撃。激しく追い上げる久留米は
ついに37周目 S 字手前で黒沢をパス、3位に浮上。さらに前方の服部を追う。ラスト数周、服部のアコードはタイヤの消耗で56秒台にまでペースダウン。最終ラップについにクルムが服部の背後に迫る。服部は辛くもこれをしのいで2位をキープ。終盤54秒台をキープするコンスタントな走りを見せた中子が16秒差で2位以下を大きく引き離しフィニッシュ。2位は服部、3位は久留米、4位はラストラップで黒沢をかわした影山雅彦が獲得。今年前半からちょっと調子良かったんで、まさか鈴鹿でねいけるとは思ってなかったんで、2レース目もあるんでちょっと頑張ります。JTCC 第5戦は中子が無限ワークスの意地をかけた走りで念願の初優勝、ホンダアコードがワンツーフィニッシュを飾った。